はい、ノブケンボーリングの森本です。はい、藤井です。はい、いやいやいや、もう、まあ、正直僕はこの企画やる気ありません。なんでですか？僕結構乗り気なんですよ。もうね、前回散々言われましたよ。いやでも反響めちゃくちゃあったじゃないですか。反響はあるけど、うん、終わりが見えない、うん、俺は前回もそうだけど、あなたを信じてやった、はい、その結果7点、はい、117回、はい、117回信じられません。1時間半、はい、今回なんと、いやなんとじゃなくて、僕はだから言ったように終わりの見えない動画撮りたくありません。はい、何ですか？ビッグフォー。いやもううるさいから、ちょっと今本当音割れちゃうからちょっと気をつけてください。すいません、本当にもうこれぐらいのテンションじゃないと挑戦できないなっていうのがあって、やりましょうビッグフォー。はい、まあ、前回ねやっぱり僕が撮って終わったんで、まあまあね、コメント欄でも結構言われたじゃないですか、次藤井プロが撮るまでっていう話だったんで、はい、それでは行っちゃいましょうビッグフォー。今日も裏方で新庄プロ呼んでますんで、はい、はい、頑張ってもらいましょう。しゃあ行くぜ、全てをぶつけるぜ。お願いします。はい、いきますか。はい全然乗り気じゃない顔してる。いくぜ、記念すべき1回目。さあちゃんと時間覚えておきましょう。いくぜ。お、まあ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 、こんなもんじゃないですかこれどっちの方が跳ね返りとかあんのかな。いやもうセブンテンの方がなんか跳ね返って取れるってイメージだったけど、ビッグフォーってさ、そういうのないじゃん。なんかどうやって取れるかイメージ湧かないんだ。さあ藤井プロ2球目。お早い早い、絶望になるのが早い早いからはい、3。お、お、同じや同じ絵だった全然面白くない全然面白くない、あの喋らなくなるペースが早いですよあの前のさ何十回目とかでさもう黙るのは分かるけど結構勢いよくいったね。いやだから分かんない、それだからそれもう前やってるから同じことおお、全然見てないじゃんかねえ、ちょっと今惜しかったから、終わってたかもしれないんだから今の。いやでもやっぱパワーっすよ、やっぱパワー、パワー大事。まあそうだね、はい。勢いだけは惜しいよめっちゃ惜しいじゃん、何今のすごいじゃん、なんかすごいすごいじゃん、なんかすごい、再現性高いじゃん、すごいすごい、え、すごいじゃん、なに今の。え、俺しかチャンスなくね前回のセブンテンよりもやっぱこうパワーよりも当たる場所要素強いからね。
アプローチより後ろに立ってるから。選手交代。助っ人行くか。さあ、ちゃんと自己紹介してから行ってください。はい、高級リナです。お、助っ人として取ったことないんですけど、頑張ります。緊急参戦。おお。ちょっと久しぶりだから、久しぶりに投げるから、ちょっと待ってください。当たりません、ピンに。こうやって俺らが1回ずつミスすることによって、うん、新庄プロが1回ずつピンを立ててるんです。新庄さん、感謝してください。新庄さん、ありがとう。お、ちょっと待って。まあ、ある意味優しい、ある意味優しい、ピン残してるから。退場？退場ではないです、別に。やばい、マジそろそろ外されそう。でもさ、まあやってると意外と楽しいじゃん。お、来た。まい。惜しいね。はあ。あれの延長で取れると思ってんの俺は、ずっと。あれ違う。で、ああいうノリで。いや、あれしか無理でしょ。え、どういうイメージで取ろうとする。早い行くのが。マジで当たんないじゃん。マジ当たんない。どうしよう。取れた。惜しい。おお。すごい。ちゃんと見せ場を作ります。こんな感じ。惜しいじゃん。いや、でもあれで倒れる感じがしないな。何を？変化球、うん、ちょっと球速今速い。来てる見てろって。95回ぐらいだ今、うん、よし。おー、すげー、カレー、カレー。ちょっと終わった。やった。また俺だけど、やった。1時間10分96回、95回目ぐらい、96来た。早かった、こっちの方が。いや、天才。はい、ということで、しゃー。いやー、これ終わる気しなかったね。いや、もう本当に最初の段階で諦めてる。うん、でも結構最初の方惜しかったじゃん、ずっと。いや、そう。ね、もうね、あそこで取れないのが心折れてる。
もう一級入魂タイプだから、はい、もう短期決戦で挑んだけど、うん、無理だったね、途中寝てましたからね、うん、もう辛い、はい、ということで96回、はい、まあ、結局これぐらいかかるっていうね、うん、1時間ちょっとぐらい、まあね、本当にあの皆さんありがとうございますまあただセブンテンじゃねえやビッグフォーをひたすら狙うっていうだけなんですけど、うんうんうん、過酷です。いやー、これ大変だね本当に。あのね、過酷です毎度のごとく語彙力が、いやもうこういう企画やりません、やめてくださいでももうさ、なくない、こう、まあセブンテンやってビッグフォーやって、もうだって取るもんないっしょ。ビッグファイブ、ビッグファイブはさ、だって形がさあれだから、まあ、難しいじゃん。左右対称のピンじゃないと。もう平行ピンとか4番6番とかも見ましょう。46は無理ですよ、はい、無理じゃないですからね。5710とかも、もう無理ですから、はい、まあ、なのでちょっとこうセブンテンビッグフォーと、まあちょっとね、こう、まあ、ね、この企画はちょっと可能性が、はい、まあ、96分の1だったらあるよと、はいということで皆さんに証明できたかなと。約 1%、まあ、実際でもやっぱりこうピンが多い方がドミノ系として倒れることが証明できたのかなと、セブンテンよりは可能性あるのかなと思うので、はい、試合の時などはですね、カウントしっかり見てもらって2本取る気持ちで行って取れることを願いましょうあれで思い切ってね0本1本だったらもったいないので、もったいない、確かにね、はい、はい、まあ、そういう感じですね、はい、僕でも本当に前もあれですけど、前セブンテンやった後、この企画の後から7番ピンが取れなくなったんで、おー、やばいですねやばい、これはもう本当にあのいろいろ致命傷、あのこう後遺症が残るんで、はい、まあ、ちょっとその辺、はい、まあ、でもね、今日本当に疲れました知ってます、今日まだあの1本目です、この撮影この後あと3本ぐらいまだ撮りますということで、じゃあケンちゃん、こういう時しかね、見せ場ないから今日自分でやっぱ撮れて、企画して撮れて、はいはい、そのバージョンのいつものお願いします。ノブケンボウリング、ビッグフォーも撮れちゃうノブケンボウリングを、チャンネル登録よろしくね、お願いします。